毎度乾いとこです。この度私乾いとこがことぶき屋さんからスケールフィギュアとして販売されることが決定いたしました。やったー。すでに予約は開始しておりますので概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。こちらを記念して今日はフィギュアについてご紹介させていただければと思います。さてこちらがフィギュアの画像でございます。原型から見せていただいたんですけどマジでそっくりさん。私がもっとこんな風になったらいいなとかもっとこうなったら嬉しいなって言ったのを全部叶えて詰め込んでもらいました。写真でもすでに素敵なんやけど実物はもっともっと素敵やからぜひゲットしてくださいね。続いてこだわりのポイントをお教えします。その1、躍動感あふれるおさげ。髪の毛にはクリアパーツを使用していて動きのあるおさげは透明感と躍動感のある仕上がりに。たなびく造形と相まって美しさをより引き立てております。その2、衣装のディテール。メイド服やブーツのディテールなどの細かい部分も丁寧に作り込んでいます。また質感にもこだわり細やかな造形を忠実に再現しました。その3、こだわりの髪飾り。髪を結んでいる2匹のバンと剣にもご注目です。しっかり作り込まれていて小さくても存在感のある仕上がりです。その4、明るい表情と細やかな装飾。ほっぺたをほんのりと染めた笑顔がポイントです。そして笑顔の差し替え表情パーツが付属しているのでお好みの表情で飾ることができます。またカチューシャや鼻のヘアピン、首元のチョーカーなどもバッチリと造形もしており細部に至るまで必見です。その5、動きがあるポージング。スカートやエプロンがふんわりと軽やかな動きになっててシルエットが美しく360度どこから見ても最高です。アンジュ・カトリーナ、リズ・ヘルエスタと3人でサンバカとして並べたくなるようなポージングになっています。というわけで改めて乾いとこのスケールフィギュアが現在予約受付中となっております。気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。以上、乾いとこがお送りしました。